はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、こちら、ハイボールなんですが、こちらどこで買ったかというとですね、これどこだ？スーパー、なんだっけ、ビッグ A というスーパーで買いました。オリジナルブレンドハイボール。アルコール度数 8% で、容量 500ml で、確か、170円ぐらいだったかな。原材料はウイスキーとレモン蒸留酒と糖類と酸味料とカラメル色素。そしてこれ製造者が、合同酒税株式会社ですね。オエノングループです。合同ですね。合同。これは期待できるんじゃないか。まあ、ウイスキーに関しては全く期待できないけど。まあ、あれだろう。高類焼酎のね、会社ですけど、ね、基本的に。まあ、焼酎の会社だ、ね。ドライな飲み口ですっきりとした後味が心地よいハイボールです。と書いてあります。こういうね、安そうな見た目っていうかね、もう安い。まあ、明らかにこれまずいだろっつって、買わない？普通の人間だったら買わないんだよ、こういうのは。これ、角瓶とかの角ハイボールとかでもないし、で、トリスハイボールとかでもないしね。もう無名メーカーの、もう無名メーカーではないけど、ね。そういう三類、三、ね、そういうやつですよ。なんで、もう普通の人は買わないんだけど、俺は、あえて、ね、俺は買おう。こういうのが意外とうまかったりするパターンが可能性としてあるんですよ。これがうまかったりすると、もうあれですよ。これがもしね、もしも飲まないで、どうせまずいだろっていうよりは、やっぱ飲んでまずい。とね、言うべきなんですよ、こういうの。飲んでまずいと言おう。ね。飲まないで、まずいって勝手に決めつけちゃダメなんです。とにかく、酒っていうのは意外と、無名メーカーでも意外とうまかったりする可能性はゼロじゃないからね。あくまでね。ゼロじゃない。まあ、色は、角瓶、角ハイボール的なやつだね。乾杯。いや、案外、まあ、アルコール8%あるから、そこそこは、ウイスキーの、味するけどな。しかも、ほのかにやっぱりレモンの蒸留酒を使ってるだけあって、ほのかにレモンの、味もする。濃さとしては多分角瓶の、いわゆる角ハイボールって売られてるじゃん。こういう缶のやつ。あれの濃い味じゃない普通の味のやつの、とほとんど変わんないですね。何が違うんだろう。香りも普通にウイスキーだし。全くわからんな。何が違うんだ、一体。普通の角ハイボールと何が違うのか全然わかんない。角瓶。これね、最近なん、まあ、関係ない話だけど、最近角瓶のですね、白角瓶っていうのがあるでしょ。で、それがですね、当、じゃ、某、サイトの、まあ、以前俺がこのブラックニッカのブレンダースピリット飲んだ時の、にね、言ってた。まあ、いわゆるブログですよ。酒ブログ。でですね、
まあ、白革命が、以前の白革命より上手くなったと書いてありました。まあ、リニューアルしたわけですよ。あの、革命がね。黒革命がなくなったでしょ。それと同時に、その、白革と黄革が、まあ、変わったんだと思います、多分。それでね。まあ、瓶もリニューアルしたし、瓶も変わったんだよ。で、味も変わったんではないか。で、白革命が、美味しいっていう風に書かれてて、今度白革命、いや、でも黄色の普通の革命は、あんまりまずいと書いてある。ですが、白革命は美味しいと書いてある。で、白革は、ここに書いてありますね。サントリーの、ね、ホームページに。白州蒸留所のスッキリとした原酒を主に使用し、穏やかな香りとクリアでスムースな味に仕上げたキレのいいウイスキー。ハイボールでもお楽しみいただけますが、水割りが一押しですって書いてあります。ただね、俺、白革命はね、革命の中で一番まずいと思ってたんですよ。今まで。うん。多分まずいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今度ね、ちょっとね、まあ、買ってみるか。まあ、黒革命がなくなっちゃってね。それが一番残念なんですけど。だから黒革がなくなっちゃったんで、まあ一時9倍みたいな感じになってるんですよ。でね、黒革命のハイボールが俺好きだったんですけど、まあ企画、黄色の革命でも、わりかし美味しいんだけどね。まあ美味しいっていうか、うん。まあ、割かしの。まあ、黒革命がやっぱり、うん。ハイボールにすると非常に美味しいんだけど。ちなみに、核ハイボールの缶のやつは、アルコール度数が 7%。そして濃いめが 9% なんで、これが 8% じゃないですか。なんで、それのちょうど半、まあ、ちょうど真ん中あたりと、いうことになっております。まあ、味としては、かもなく不可もなく、割と別にまずくはない。無名メーカーだけど、普通にまずくはないぞ。原材料としてもウイスキーを使ってるし、まあ、当たり前だけどさ。で、レモン蒸留酒も使ってる。まあ、しっかりレモンの味も、ほのかにするというね。わりかし美味しいんではないか。わりかし、ね、わりかし美味しい。ほんと怪しいのがあんだよ、ほんとに。怪しい、明らかにね、三流メーカーとかのさ、怪しい。最近よく見るのが、ウイスキーの水割りとかいうやつね。缶のやつ、缶じゃねえや。なんだ。ペットボトルの 200ml のペットボトルのやつ。
ペットっていうか、あの、プラスチックのね、あの、ワンカップ大五郎とかの、あのカップのやつね。あれで売られてる、あの、水割りウイスキーとか、アルコール度数 12% って書いてある。これは見るからにまずいぞ、これ絶対と思って、買ってないんだ。まあ、今度買ってみるわ。そしてですね、これですよ。問題は、ちょっとやってみたかった。これ、まあ、普通のハイボールじゃないですか。これをですね、これに、これちょこっとこれを、ね、飲むでしょ。ここに、ウイスキーを、この上級なね、高い。まあ、本来ならば、癖が強い、なんだ、アイラの、なんだっけ、ラフロイグとか。ラフロイグを一滴垂らすと、うまくなるとかね、聞くんですけど。まあ、俺はラフロイグ持ってないんで。これをちょこっと言う。まあ、一滴はさすがにちょっと、やりすぎなんで、まあ、100滴ぐらい加えます。おそらく目分量で。ワンショットぐらい。30cc ぐらい。30cc も入れてねえか。まあ、ワンショットぐらい入れます。ここに浮遊させます。そして飲む。ダメだ。ダメだ、全然。あ、全然あれだ。ちょっと変わったか。あ、でもダメだ、ね、これダメだ。ブレンダーズスキップスピリットダメだ。ここはあえてカリラちゃんね、アイラウイスキーのなんだ王様か、これら、ね、これ入れてですね。10cc ぐらい加えて、見ると、意外と、浮遊させて。ん？あ！すごい！やっぱカリラさすがやな。全然匂い違う、この、あの、ヨード香というか、あの、セイロガン臭。ここの、だって、上澄みの部分からもうすっげえ匂いするもん。あー、匂いだけで。あー、やっぱり。あ、全然違うね。あー。これ案外いけるかも。安いハイボールで、上澄みだけで 10cc ぐらい、ラフロイグとか、あの、アイラウイスキーを加えるのよ。すると、あら不思議。香りが、完璧にアイラウイスキーなんで、あの、すごい。うまい。本当になんかアイラハイボール飲んでるみたいな。あの、貧乏人御用達の、あれ、方法だね、これね。ああ。節約したい。ハイボールにするのはもったいない。でも、ちょっとハイボールのアイラウイスキーが飲んでみたい。やっぱさ、4,000〜5,000円するとかさ、まあ、ラフロイグなら4,000円ぐらいするか。ラフロイグ多分フルボトル4,000円ぐらいするんだよ。
それをね、ハイボールにするってもったいないじゃん。ね。ね。でしょ？だからこそ、こういう、やり方で4500円もする。高え！ラフロイグ高え。アードベックとかさ。俺飲み比べてないけど、ラフロイグとアードベックってどっちが、あれなんかね、なんていうかさ、きついんかね。きついっていうか、ね。この、せいろがんの香りすんのがね、ちょっとわかんない。でも、ラフロイグはね、案外、アードベックよかね、安いんですよ。これ、1リッターの、アードベックとか売ってるんだけど、安いんだわ。どっかの、あれで見たけど、1リッターのアードベックとか安いんだよ。1リッターだ。1リットルラフロイグとかね、ググるとね、あるんだけど、安いんですよ。安いって言っても、まあ、あれなんだけどさ。案外安いんだよ。1リットルで1リットルのやつを買うと、すげえ安かったです。あ、ほら、ラフロイグ10年。4040円だって。え、超安いんだけど、楽天市場安すぎない？これちょっと。え、1リットルだろ？ 1 リットルで4040円？え、安すぎない？アマゾンが高すぎるのか。わかんないけど。え、安っ。あ、でもそんなもんなんだ。はぁ。送料含めても5000円以内で買えるぞ、これ。1リッター !1 リッターのラフロイグ10年。5000円だったら安いだろ、お前。すっげえ安いだろ。バカでもわかるぜ。だって1リッターって 750ml の、まあ普通だったら 700ml じゃん、ウイスキーって。だいたい。だいたい 700ml じゃん。だから、それの 1.4 倍ぐらいやね。いや、もうほとんど 1.5 倍に近い。700ml だから、まあ、1.5 倍ですね。ほぼ 1.5 倍。1.45 倍ぐらいだ。だから、値段的に換算するとラフロイグが普通に買ったら4000円ぐらいなんだよ。ね？ 4000 円でしょ？で、6000円する計算なんだよ。それなのに、ね？ 5000 円で買える。おい、ボーマーも1リットルのやつ出してくれよ、マジで。こんなこと言ってるとさ、マジでさ、ずるいぜ、ラフロイグだけ。ラフロイグだけずるいよ。ボーマーの、ボーマー12年だっけ？ボーマー10年か。ボーマーのさ、12年のさ、1リッター出してくれよ。絶対ないだろ。いや、あんの？ボーマー12年エニグマ。1リットル40度。ただ在庫切れだって。ボーマー1リットル欲しいよな。あ、でもあるっぽいな。あ、でも売り切れてるわ。しかも値段高っけーし。しかも高っけーし。ボーマー12年、1リットル。在庫切れ。これ多分前に昔出たやつだろう、これ多分。あー、でもそう考えてると、でもやっぱりボーマーは、ああ、やっぱ大体完売してるな、1リットルのやつ。
ダメだ、もう手に入らないっぽい。ああ。なんだかんだで、ね、確かにラフロイグとか、あと、なんだ、アードベックとかはさ、俺ラフロイグとアードベックの飲み比べしたことないから、どっちがどうなのか全然わかんないけど、今度飲み比べしてみたいよね。ああ、ラフロイグとアードベック。俺アードベック多分全部もう飲んだんだよな。飲んだ気がすんだけど、残ってたかな。わからん。少なくとも、ラフロイグは違う。ラフロイグは全部飲んだ。確実に。アードベックが残ってる可能性がある。多分ないと思うけど。あれぐらいうまいウイスキーになるともう大体すぐ飲むから。ああ。割とアードベック最近買ったんだけどな。1年ぐらい前に買ったんだっけ。2年前ぐらいだっけ。味としてはどうなんだろうな。多分アードベックの方が濃いと思うんだよ。味として重い?なんていうか、コクがある。うん。だからアードベックとアードベックとラフロイグで、どっちが美味しいかっていうと、多分、わかんない。うん。多分、アードベックの方が、美味しいかもしんないけど、でも、ラフロイグの方が多分、香りは強烈なんだよな。多分、セイロガン臭はかなり強烈なんだよ。おそらく。ああ、そう、これも飲みたいんだよね。宝焼酎の、キングウイスキー、リンのセレクトってやつ。まだ俺これ見てないんだよな。あったら買うんだけどさ、リンの、俺が結構好きなウイスキーなんだけど、安いやつね、600円ぐらいで買えるやつなんだけど、案外美味しいんだよ。案外っていうか600円で買えるクオリティとしては、明らかに、美味しいんだよね。だから、いわゆる、変わったんだ。うん。名前も変わって、リニューアルしたんですよね。それが今度飲んでみたい。っていうのはある。まあでも最近買った中だと、トリスクラシックが一番うまかったかな、値段としては。600円ぐらいだろ。600円ぐらいの多分ウイスキーだと、多分一番美味しいのは、今んとこトリスクラシックが一番美味しい。とは思いますよ。うん。ほんとサントリーの黒革命一体どうなったん?あれほんとに抹消されたな。くそ。ふざけやがって。なんで抹消されたんだ。あ、売ってる!山屋に売ってる。山屋のオンラインショップにボーモアブラックロックっていうのが1リッターで5980円
税込み6458円で売ってるわ。はぁ、高っ。高っ。あー、でも1リットルのやつ案外売ってるっちゃ売ってるな。ボーマーじゃないけど、いろいろなやつ売ってるわ、1リットルって。案外。へぇー、結構1リットルのウイスキーって売ってるもんなんだな。はぁ、結構有名なやつだったら売ってるわ。ああ。案外。案外。1リッター以上のやつも売ってる。グレンフィリックとか、まあ、フィリックはどうでもよ。グレンリベットがだったらいいんだけど。シーバスリーガル12年とか、ジョニーウォーカーブラックラベル12年とか、オールドパーンも売ってるね、1リットル。まあでもジョニーウォーカーブラックラベルはあんまり美味しいと思わなかったな。だって倍でしょ？ジョニーウォーカーブラックラベルって2000円ぐらいでしょ？まだジョニーウォーカーレッドラベルの方がコスパ高いよな。って俺は思うんだけど。カティーサークとか。なるほど、なるほど。ということでですね。いてててて。飲んだ飲んだ。ということで。2月になりましたが、コク、コクはそんなにないな、さすがに。甘み、割と甘いよね。割と甘さはあるよね。それで香りもまあそこそこあるよね。なくはないね。おすすめとしてはまあ安いし、普通のハイボールとしてはまあ、上等、角ハイボールよか、まあ、と同じぐらいのレベルなんじゃない？値段安い分、その角ハイボールよか、ほとんど味変わんないし。2334です。ご視聴ありがとうございました。